疲れたよ。ずっとテストテストテスト。そうですよね。今もう 2回やりましたもんね。いや本当だよ。1回だと思ったらまさかの2回目。で結局さ、オーナーさんってどこにいるのって話なわけですよ。分かんないです。どこなんだろう。本当だよ。オーナーさんどこにいるのマジで。ハロー。こんにちは。私はここのオーナーバイロンよ。あ、オーナーさん。バイロンジェ。よくぞいらっしゃいました。あ、やっとオーナーさんに会えた。よかったよかった。入っていいのかな。コンバイロン、芸能活動以外にもお店のオーナーと布教活動を営む。オーナーさん、今日僕たちここで1日店員ができるって聞いたんですけど、うん、無料で店員やってくれるなんてもちろんいいわよ。もちろんよ。何でも好き勝手にやってちょうだい。あ、本当に？そうなの？本当に？でもその前に私のテストを受けてもらうわ。このテストやるわよ。出たよ。覚えているかわからないけど、昔すごく流行ったあるダンスよ。1、名曲ノーバディのダンスを踊れ。はい、はい、2、はい、バイロンジェ審査員として2人を審査。なるほど。このテストを受けてもらうわ。まずは名曲のダンスを踊ること。2つ目は私のことを納得させることができたら店員をやってもらおうと思うわ。わかりました、わかりました。じゃあダンスを踊ってそれが通ったら一日転移させてくれるという。はい、できるということですね。はい、じゃあ早速行きましょう、行きましょう。やりますか。行きます、やります、頑張ります。バイロンさんはシャオビンさんと共に2人にダンスを教えてくれることに。羨ましい。タカシ、ミホ、頑張って。なるほど、これをやるんですね。もうやるの。マジか。今のダンスを見たところ、2人ともダンスはもう合格と言っていいと思うの。だから4人で踊り切れたら1日店員をやってもらうのでどうかしら。 OK OK OK。 頑張りましょう。やりましょう、やりましょう、やりましょう。しっかり踊り切るのよ。私たちワンダー何ワンダーワンダーチキン。 OK 始めるよ。合格合格よ。そしたら続いて2人には店員をやっていただきましょう。 OK、 行きましょう、行きましょう、行きましょう。いやー、来た。重い、いい香り。このチキンのすごいところはどんなに遠くにいても香りが変わることよ。今のダンスがとっても良かったから、まずはうちのフライドチキンを食べてもらおうと思うの。さあ食べてみて。来吃一下。美味しそう。ねえ、これ。ねえ、フライドチキンいただきます。いただきます。いただきます。やけどするよ。ジューシーでしょ。お肉も柔らかいでしょ。もうね、本当パリッパリで最高。うん、タレがチキンとすごいマッチしてる。このはい。みんなこのソースに魅了されてもう手が止まらなくなるのよ。こっちはピントンの天辣醤よ、うん、いただきます。お皿をちゃんと下に添えてね。そうしないとうちのチキンは肉汁がこぼれ落ちるのよ。ほら見て、すごいよ。すごい肉汁が出てくる、ね、ジューシーです、ね、本当にジューシーで、これだけ口当たりも香りもよく肉汁たっぷりなこだわりのフライドチキンは、なんとお店独自の調理方法によって編み出されているそうなんです。
サオジュンジュン、かつて台湾版エミー賞にもノミネートされたことのある俳優、料理長を務めます。チキンを揚げる際に料理長はとてもこだわりがあって、一般的にチキンを揚げる際衣をつけたらそのまんま油の中に入れるでしょ。でも彼はその前にパン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 、なんでこう、なんでこうやって叩いて叩きまくることによって、揚げた際に皮が厚くなりすぎないし、食べた際に脂っこくもならないのよ。そうなんですよ、本当にそう、彼は愛を込めて作っているのよ。なるほどね。他にもよだれが止まらない揚げ物ミックスも。これ絶対食べて、骨なしチキン。これは骨が取り除いてあるんだけども、はい、鶏もものお肉のいいところを使っているからとても噛み応えがあって美味しいのよ、うん、肉がすごくぎっしりしてますね。外のたまに外のこれがね多いところあるんですよ。衣が多いところあるんですけど、肉がぎっしり、はい、うん、噛み応えあるでしょ。さらにパイロンさん、タラの揚げ物も猛プッシュ。こちらもタラがたっぷりで贅沢ですね。マイロンジェってやっぱこう芸能界でとてもやっぱ有名な方じゃないですか、うん、なんでこうお店を開こうと思ったんですか。この店を開いたのは、実はこの店の隣に私たちの教会があるの。うちのお店の店員はみんなキリスト教徒なのよ、うん、芸能活動をしていると仕事を待っている時間がある時があるの、うん、芸能活動以外にも何かできないかなということでこの店をみんなでやっているのよ。なるほどです。みんないつか自分の夢の店を開くかもしれないね、うん、接客をする上で一番大切にしていること、心がけていることって何ですか。お店に来た全てのお客さんが私たちの友人になってくれたらと思っているの。多分人によってはテレビでよく見かける人がいるって不思議な感覚だと思うの。そうですからね。そうなの、初めて会うのにすでに長いこと知り合いなような感覚なのよ。だから自然と話してるうちに家族のような感覚になれるのよね。まあ、普段芸能人の方とこんな近くで触れ合える機会ってなかなかないですから ね特別な場所だよね、うん、本当にね。え、じゃあバイロンジェ、今日ね、うん、僕たちもテストいっぱいやってきて、こうチキンもとかこういろいろねいただいて、うん、で僕ね、いや、 やっぱ今日の目的は1日店員をやらせていただくことなんですけど、うん、やってもいいですか、うん、そうね、でも時間ももう遅いし、ほら太陽ももうすぐ沈みそうでしょ。そうなってくると私が損しちゃうじゃない。いや、1日分、本来は朝からやる予定だったけど、もうすぐ閉める時間なのよ。そうなの、うん、なので今日はもう大丈夫よ。ひとまずこのフライドチキンを味わってちょうだい。明日は私の友人がやっているお店に行ってもらおうと思っているの。彼のお店も素敵なのよ。私の友人の歌手のアイちゃんのお店、明日このお店で2人が無事に一日店員できることを願っているわ。そういうことでいいかしら。ちょっと待って、1日店員できないという感じですか。今日できないですか。今日はフライドチキンを食べましょう。なんだよそれ、何だったんだあのテストは。お前が何だったんだあのテストはよ。明日かよ。マジか、3回テストやったのに。マジかよ。もうじゃあ回してここのね、ここのじゃあ歌手のアイチェンさんの本場マレーシア料理をやりますか、ミホさん。はい、はい、やります。じゃあまた明日。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。頑張って。いやでも本当にありがとうございました。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 今日うちではできなかったけど明日頑張ってくださいね、はい、愛知県のお店で2人とも一日店員頑張ってね。頑張ります。頑張ります。頑張ります。じゃあ行きます。行きます。明日行ってきます。じゃあバイバイ。ありがとう、ありがとう、バイバイ。はい、気をつけます。バイバイ。ありがとう。ああ頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。明日楽しみ。でも楽しみ、頑張ろう。よし、頑張ります。ああ、やった、疲れた。